見た、ずらした、マテス・ツーレル、大迫勇也、大迫勇也戻せるか、いやー向こう一番大事なのは試合の最初から集中すること。試合の最初から集中するためにはウォーミングアップからみんなが一人一人が緩めちゃいけないっていう気持ちとみんなで声出して高めていく、それが大事だと。試合の入りから90分集中する、それが本当にこの勝敗を今日分けると。これは選手だけじゃない、スタッフも俺もそう、みんなそう、みんなが気を引き締めていく。 OK、 すごい、どうぞ。そうですね、もう日のカップ戦から中2日です。厳しいコンディションだと思いますがいかがでしょう。そうですね、多少疲れは、昨日まではあったと思うんですけど、まあ、それは言い訳にならないと思うし、みんなで頑張っていくだけです。前節と同じメンバーです。前節から引き続き表現してもらいたいところどんなところでしょう。まあ、やはり神戸らしくっていうか、どんどん前にアグレッシブに行ってもらいたいなと思います。Now the big one, Gina Key, Mawatana!
して打った、山口ちょっとキムミンテ頭に当たったが倒れてます。いや山口いいシュートでした。この左サイドから右サイド、はい、なぜならばこっちは高さに強く持ってる選手いますからね、はい、右サイドはね。武藤が競り勝って酒井の黒羽、武藤はヒールで合わせてきた。下がって今セッターの佐々木でしたね。酒井豪徳打った、ナイスキーパ ー。まずこの攻撃見事でしたけど、はい、この後の酒井豪徳の切り替えからのいい守備ですよね、はい、酒井豪徳非常にコントロールされたいいショットだったと思いますけどね、はい、逆線飛び込んできた、球だ、武藤の頭でした。すごい早くジャンプしましたけど、空中で止まってるような感じでしたね、はい、胸ぐらいまでジャンプしてますよね。そうですね、収めた武藤、浮き球をルキアンに流し込みます。ルキアン収めて折り返した、逆サイドから杉岡が来た、ナイスクリア、ギリギリで山川よく戻ってきましたね。
崎のパス、後ろから井出が来ました。サナス井出、井出打った、コーナーキックだ。少し相手に当たってました。スルーゴール前、大迫ずらす、井出、大迫優也、旗が上がりました。しかしながら入った早々いきなり出てきました。すくい上げた、チャンスを飛び込んだが、最後は間口です。湘南ボール、高橋、あーっと狙って取った、山口流し込んだ、チャンスを止めて、大迫、中見た、ずらした、マテウス・ツーレル、大迫優也、大迫優也、戻せる、いやー、向こう、まさに神戸の顔、10番と11番、アシスト大迫、フィニッシュ、向こう、均衡を破れたレモンガススタジアム、93分、武藤義典。セル神戸アディショナルタイムの劇的な勝利。
最後のアディショナルタイム、武藤選手のゴールがチームに勝利をもたらしました。今歓喜に沸いているゴルラ、どのような思いでご覧になってますか？そうですね、まあ、本当にチームみんなで、まあ、勝ち取ったものだと思いますし、まあ、最後大迫選手が、まあ、あれだけ素晴らしいボールを出してくれたので、まあ、僕は本当にただゴールに決めるだけだったので、まあ、本当チームメイトにも感謝して、まあ、ディフェンス陣もしっかり抑えてくれたので、まあ、今日はそれが報われてよかったなというふうに思います。途中あの脇腹といいますか腰のあたり気にするシーンもありましたが、全くそんなことを感じさせず、こう最後まで戻るところでもフルパワーで走り切りました。まあ、チームとして、まあ、何が何でも勝利したかったですし、やっぱアウェーの地でこれだけのサポーターの方々が、まあ、来てくださっていたので、まあ、僕が、まあ、痛みに負けるわけにはいかなかったですし、まあ、彼らのサポートあって、まあ、今日は最後まで歯を食いしばって頑張れたのかなと思います。今シーズン初の連勝です。そして公式戦アウェー3連戦を3連勝で終えました。この3連勝大きいんじゃないですか？大きいですし、もう本当チームみんなで勝ち取った3連勝なので、本当大きいです。はい、確かにこれだ。なるほど、ありがとうございます。